魔物は甲子園球場に常駐するお化けみたいな存在なのだとしたら、高校野球だけじゃなくて、プロの試合にも魔物が出てもおかしくないよね、と。はい、皆さんこんにちは。東京のお姉さん、佐田舞です。今日のテーマは、甲子園の魔物を捕まえろ。今日8月6日から夏の甲子園全国大会が始まりました。皆さん、甲子園見ますか 私は見ないんですけども、好きな方って本当に好きで、話を聞く限りの情報ではですね、甲子園はすごく盛り上がると、最後まで何が起こるのかが分からないのが醍醐味なんて言われていますよね。 その甲子園で、ほぼ確で、これは勝敗がついたでしょう。というような試合の終盤で、まさかの大逆転をした時に会場が一気に盛り上がることがあると思うんですけども、この時、甲子園の魔物が現れたとメディアでは報じるわけです。似た言葉で甲子園の怪物というものがありますが、例えば松坂大輔選手であるとか、桑田真ま選手、実在する人物のことを言うんですけども、甲子園の魔物はですね、このように実在する何かではないわけです。 あ、今天使が通ったみたいなニュアンスの目に見えないけど何かが来た瞬間会場の空気が変わったのような一種の怪奇現象、お化けのようなものです。この甲子園の魔物はどんな時に現れるのか皆さん知りたくないですか知りたいですよね。 ということで、この甲子園の魔物が登場する法則性を、慶應義塾大学の博士課程の研究チームが面白おかしくまとめてくれたものがあったので、今日はそれをですね、野球を知らない人にでも分かりやすくお伝えしようかなと思います。ということで今日のポイントは3つです。1つ目、甲子園の魔物とは何か ?2 つ目、プロの試合にも魔物は登場するのか ?3 つ目、高校野球とプロ野球の魔物出現率の比較。 この3つについてデータをもとに統計的に解説をしていきます。ちなみに私は甲子園も見ないんですが、野球がそもそも詳しくありませんので、ちょっと誤った表現とかがありましたら、ぜひそれもコメント欄で教えてください。 ということで一つ目のトピックです。甲子園の魔物とは何か。まず研究チームはですね、そもそも甲子園の魔物の定義をはっきりさせようじゃないかと、終盤で大学試点したと言っても、何点差の逆転なのかとか、終盤とは何回目以降を指すのかとか、曖昧な部分を定量化することから始めたわけですね。 ちなみにこの調査は2017年の記事になってまして、2007年から2016年の10年分のデータを調べてくれています。研究チームはまず、甲子園で魔物が出たという表記で記事になっている試合を集めてみました。甲子園の魔物が登場した試合として、検索記事が多かった5試合をピックアップしました。甲子園好きな方はきっと記憶に焼き付いている試合なのではないでしょうか 研究チームは一旦この時点で、この5試合に共通する定義を考え、3つにまとめました。1つ目が7回ワンアウトランナーなしからの逆転であること。2つ目が逆転した側は最終的に勝利をすること。3つ目が逆転した側は逆転劇が始まるタイミングからワンアウトにつき0.8点以上特定していること。この定義を魔物試合と定義して、 過去10年分の試合から定義に合うものを抽出しますと、全部で487試合中11試合が魔物試合でした。ということで、この10年間の魔物出現率はですね、487分の11ですので、2.26%となります。この11試合をネットで計測した結果、すべての試合で甲子園に魔物が現れたとメディアが報じていました。この定義から少し離れた10試合があったのですが、 それらは甲子園の魔物が現れたという表記はされていなかったということで、この魔物定義は妥当なラインなんじゃないでしょうか。次に過去10年間で魔物が現れた高校というのを抽出してみると、なんと驚くべきことがわかりました。都道府県別では過去10年間で1回ずつしか魔物が出ていません。2017年の甲子園出場校で魔物が出ていない高校、まあ都道府県ですね、は、まあ、こちらの19都道府県になります。ただ、しかしですね、例外があります。 広島県広陵高校はですね、なんと過去2回魔物が出現していたようです。2007年と2014年に魔物が出現していました。ということで研究チームはこのように言っています。広陵高校の皆様及び関係者の方々は魔物の出現にくれぐれもご注意いただきたいと注意喚起を呼びかけました。またこの研究チームは魔物は何回戦目以降によく現れるのかということも検証しました。その結果がこちらです。 甲子園はトーナメント戦なので、1回戦、2回戦、3回戦の順で試合数が多いので、そこに補正をかけたものになってます。これを見るとですね、魔物は準々決勝以降によく現れるようですね。2022年の夏の甲子園の準々決勝は8月18日ですね。これはもう見るしかないですね。うちはテレビがないので見ないのですけど、魔物が現れたらぜひ教えてください。続いて2つ目のトピックです。 プロの試合にも魔物は現れるのか続いて研究チームは、魔物は甲子園球場に常駐するお化けみたいな存在なのだとしたら、高校野球だけじゃなくて、プロの試合にも魔物が出てもおかしくないよね、と。確かに。ということで、この甲子園球場で行われた阪神戦で、この魔物定義に当てはまる試合を調べたところ、608試合のうち15試合が魔物試合ということになりました。なので、この出現率計算しますと2.47%で、 高校野球の魔物出現率よりも、なんと高かったんですね、プロの試合の方が。しかしですね、このプロの魔物試合の記事では、魔物というキーワードは登場していなかったんですね。これに対し研究チームは、さすが社会人である。言い訳をしないことが社会の流儀なのであると、とても褒めたたいていました。 確かに、この魔物試合のようなドラマティックな展開があるのは、プロの試合よりも甲子園の方が多いんじゃないかっていうイメージをなんとなく私も思っていたんですが、実はプロの試合の方が確率的には魔物出現率が多いよっていうことだったんですよね。これはちょっと意外でした。で、研究自体はここまでなんですが、一応うちのチャンネル確率統計のチャンネルなので、少し踏み込んで、 高校野球とプロ野球では、魔物出現率に確かにこの少しの差はあるんですけれども、この差っていうのは統計的に意味のある差なのかっていうのをちょっと計算してみました。ということで3つ目のトピックです。高校野球とプロ野球の魔物出現率の比較。まあ、統計初心者の方はもしかしたらこう思うのかもしれません。魔物出現率の数値がもう出ているんだから、それを単純に比較すればいいじゃんと思うかもしれないんですが、その考えは学生までです。 例えば、チラシの反応率を調べたいときに、A グループは10%、B グループは20%の反応率の結果が出ていたとします。反応率の反応って何を表すのかというと、例えばサンプル請求であるとか、問い合わせ、購入などのことですね。これはですね、任意のゴールを設定します。このとき、B グループの方が反応率が倍なので、じゃあ次のプロモーションは、B グループにもっとチラシを巻こうという意思決定をしていいかどうかっていうところです。 よくよくこの数字を調べてみると、A グループっていうのは1000人にチラシを配っていたのに対して、B グループっていうのは10人にしかチラシを配っていなかったとしたらどうですかねこの B グループも A グループ並みにもっとチラシを配らないと正しい値がわからないんじゃないって思いませんかつまりこの A グループと B グループの反応率の差っていうのは誤差なのか、それとも必然なのかということを統計的に検証する必要があるんですね。 これができる社会人がやるべきことです。具体的には検定という手法で確かめることができます。検定にはいろいろ種類があって、用途によって使い分けるんですけれども、今回は開示条検定という検定で確かめていきたいと思います。あまり詳しくすると絶対寝るので、ニュアンスだけ説明します。まずこういうクロス集計表をエクセルで準備してください。実測値と期待値ってあると思うんですが、ここの期待値というのは、もしも魔物出現率に差がなかった時に、魔物試合数はこう予測できますよというものですね。 これですね、ちゃんとした計算式とかを確認したい方はですね、概要欄に私が作った他他のスプレッドシートを添付しておきましたので、それをよかったら見てみてください。ここで重要なのが、ここのピーチってやつですね。これ何を表しているかというと、 この2つのグループの数字の差は必然なのか偶然なのかっていうものを判断するための数字です。端的に言ってしまうと、この値がですね、小さければ小さいほどこの差は偶然ではなく必然の差である、統計的には差があると言っていいというふうに捉えます。これをですね、統計的優位差と言いまして、科学的に意味のある差というふうに解釈します。 これ管理的には0.05未満で優位差があるというふうに判定することが多いです。ここの数値を見ますと0.82なので統計的には優位ではないというふうに解釈します。つまり高校野球とプロ野球の魔物出現率は科学的に意味のある差があるとは言えないというような解釈になりますね。なお、このピーチは何で決まるかというと、効果量とサンプルサイズで決まります。 効果量というのはですね、効果の差の大きさのことを表します。今回のケースで言うと、魔物出現率のプロ野球と高校野球の差の違いのことですね。サンプルサイズというのはデータの数のことですね。 今回のケースで言うと、試合数ということになります。この魔物出現率の差が高校野球とプロ野球でめちゃめちゃあるか、継承してる試合の数がめちゃめちゃ多いと、ピーチの値っていうのは小さくなるんですね。つまり統計的には差があるよと言いやすくなるということです。今回は高校野球とプロ野球の魔物出現率には差がないという結果にはなったんですが、甲子園の魔物がですね、甲子園だけにいるお化け、まあ、自爆霊みたいなものだとしたら、 他の球場でやっている魔物出現率と比較して、優位に高ければ、甲子園球場だけに現れる自爆霊というふうに断定できそうですけれども、ここに優位差がなければ、甲子園の魔物というのは別に甲子園だけにいる自爆霊じゃなくて、浮遊霊っていうことになりますよね。全国どこにでもいるような浮遊霊っていうことになりますよね。 そうなるともはや魔物は甲子園だけのものではないということになります。はい。ということで今日は甲子園の魔物を捕まえろというテーマでお送りしましたが、いかがでしたでしょうかこのチャンネルでは確率統計を使って世の中の謎を解くリアル謎解きを体験していただく教育エンタメチャンネルです。少しでも面白かったよ、ためになったよという方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。めちゃめちゃ。